長。紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。一気に行くぞ。イルカと触れ合えるかも。貴重な機会だよ。我々が解決できることもあるかもしれんな。俺はさ、小さい頃から遠くの森の向こうに見える塔に行き、そうだね。けどもし子供の頃にこれを見たら間違いなくと、それは間違いないね。私も。けどあんな広い場所。それで、ま、多分とんでもないことやらかして、うん、そのあたりは現実いいな。いや、あまり褒めるよく思うけど、クラウディアってよそうかも。子供の頃に二人揃ってたら。そんなことないよ。ねえねえ。しかしあれだ、今ならあの島の冒険だって俺たちはもう何の力もない子供。ボス君、空剣島の方はどう？ああ、ぼちぼちな。そうだ、もちろん。いい商談になるといいね。これで。動かしたいと思っておったところじゃ。Thank you.
ワクワクするよね。幸運に恵まれたな。ワクワクするよね。宝探しは冒険の醍醐味。割と近い。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。イルカだ。なかなかお目にかかれないな。出番よ。ありがとね。手伝って。ありがとね。生きのいいうちに食べてしまいたいな。またよろしく。そこ。敵です。注意してください。一緒に戦います。クラウディアさん、そりゃフェデリカさん、準備はいい？そんなこともできるんですよ。終わりじゃありませんよ。引き受けるよ、フェデリカ。これだけ弱くなれば任せて。フェデリカさん、増えると思いませんか？切り刻みなさい。よく聞くじゃないでしょ。奥義はこんなこともできるんです。強烈な攻撃を競う。全員守りを固めろ。私たちの勝ちだね。みんな無事でよかった。手伝って。あ、発見。さあさあ集めちゃいましょうね。またよろしく。出番よ。入ってるかな。もらえるものはもらっておけ。ありがとね。おーい。これも使えるのか？
ありがとね。出番よ。これがイルカ。なかなか愛らしい見た目をしておるな。何が入ってるかな。使い道があるといいな。ありがとね。手伝って。ありがとね。義務から解放されて広い世界を歩き回るのは最高じゃな。それ里の人たちが聞いたら絶対怒りますよ。もちろん。だからこそここで言っておるのじゃ。イルカがいます。触ったらまずいでしょうか。届いて。とりあえず集めておくか。それ何が入ってるかな。工芸に使える素材はありませんか。出番よ。もっと小さい頃に水獣と出会ってればな。お昼の時間です。今日は何を作りましょうか。ライザなら有効活用してくれるよね。
が入ってるかな。お楽しみの時間だ。いいもの手に入るかな。どんな素材も無駄にならないからね。あ、発見。するよね。何度経験してもワクワクするね。貴重な素材は集めておくのが錬金術師の鉄則だ。あ、発見。これでいいだろう。ライザと旅をすると先々で事件が起こるな。楽しくて良いではないか。会いに行ったら捕まってた人に言われたくはないけどね。俺にもヒレがあれば早く泳げるんだけどな。ありがとね、手伝って。ありがとね。何が手に入ったんだ。ありがとね。そこ、そこ、なかなかいい大きさじゃないか。来てくれるかな。ワクワクするよね。いいものは見つかった？
発見。島で暮らすと当然船に乗る機会もあるが、実は俺酔うんだよな。オート行きはどうしてたんですか？結構な距離ありますよね。当然気合で耐えた。それ以外方法がないからだ。100周年ですが、空剣島はもっと長いのですか？島ができた時から数えたら、もう何百年と経ってるはずだね。歴史はそこが見えませんね。ワクワクするよね。やりましたね。水中で移動してる姿を見たら、村の奴らはなんて言うだろうな。しまっておけよ。出番よ。怪しい場所があったら、霊獣に掘ってもらおう。
ほう。それにしてもこんな群島が突然現れるなんて不思議ですね。油断は禁物ですよ、皆さん。援護は任せて、パトリツィアさん。はい、クラウディアさん、前衛は任せてください。なんじゃ。万象の大天に関係のある島か。興味深い場所だ。足元に気をつけろ。この入り江、魔物が少なければゆっくり過ごせるいい場所なのにな。ありがとね。教会もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。これで一助となれたか。これで大丈夫。ここでよろし。いろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。魔物が集まってる。敵です。注意してください。カラさん、一緒に行こう。共に行くぞ。はっ、はい、はい、こんなこともできるんですよ。終わりじゃありませんよ。一致ね、私の戦略だ。ヘデリーカ、鍵を助けて任せて。ヘデリーカさん、いかがでしたか。一致ね、終わりじゃありませんよ。やった、こちらの敵は倒しました。やったな。無茶はすんなよ。力を撃つ。これだけ弱っていれば鍵を作れると思いませんか。勝ちましたね、皆さん。出番よ。イルカだ。なかなかお目にかかれないぞ。またよろしく。手伝って。またよろしく。これがイルカ。なかなか愛らしい見た目をしておるな。イルカがいます。触ったらまずいでしょうか。割と近い。
万象の大天に関係のある島か。興味深い場所だ。来てくれるかな。よろしく手伝って。どんな素材も無駄にならないからね。これも使えるのか。発見。ありがとね。ライザなら有効活用してくれるよね。集めておこう。集めておくか。よっ、見つけた。ありがとね。いいもの手に入るかな。従順でいい子だね。ここでよろし。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。魔物が集まってるみたいだな。おーい。やるべきことは他にもある。俺たちの冒険に付き合ってくれる霊獣にも感謝しないとな。
イルカと触れ合えるかも。貴重な機会だよ。またよろしく。来てくれるかな。またよろしく。届いて。届いて。空剣島を冒険したんですよね。懐かしいな。もう何年も前か。私もいつか見て回ってみたいです。何が入ってるかな。出番よ。またよろしく。手伝って。ありがとね。出番よ。あ、イルカ。珍しいね。夜明けだ。私は平気だが、みんなは眠くないか。何が入ってるかな。宝探しは冒険の醍醐味。ちゃんとしまっておけよ。なるほど。それにしてもこんな軍刀が突然現れるなんて不思議ですね。
ザさん、先日話していた。本当にできた。はい。なんとこれをガラスで作るとは。しかしこれは実際に吹けるの？はい、そのはず。すごい。それが、そうだ。そういえばクラウディ、私でよければいいよ。心地の良い音色じゃ。私もちゃん、しかし形こそ違うけど。じゃあさ、ガラスの錬金釜なんかも作れちゃったりするの？作るのは構い、ぶつけたりすれば割れてしまいますし。それにその後の保管も難しそう。やめておくよ。そのうち絶対に割れないガラスとか作るのに挑戦してみようかな。突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。これが例の宮殿ですか？うん。前が…ふむ。キャツラの宮殿ではあるが…軍刀すべてを合わせても…でも、あんな中身のために豪華な宮殿は建てねえだろう。この島、そういう何かあるかもってか…宮殿以外…ライザの勘なら確かだろうが…今度は私も行きます。無理はしないでね。分かってますとも。よし、ああ。なるほど、あの外観にこの中身とは。私たちはこの本から、走り書き以外は暗号で書かれてて。なるほど。これはアンペルさん。まさかアンペル。いや違う。アンペル。ああ、この私なら、私だから読める。おい、かつて王宮で私と共に仕えた錬金術師。それってライザー。アンペルさんの。西ちゃんは嬉しくはなさそう。エミル、お前の元にも。どうしたアンペル。過ちを犯した錬金術師とその今はとにかく調査だ。ライザ、ざっとでいい。うん。腕っていうのは。思い当たる節はあるけど。はい。俺たちもかかるぞ。わかった。わかりました。なぜこんなところにいたんだ。ダメですね。これ以上はその本が頼りか。
一度拠点に戻ろう。結局あの本だけが手がかりか。ライザの体調がおかし、毎回ぶっ倒れてはいない。軽く読んでみたが、解読には相応の時間がかかる。僕らにできることは、英気を養う。しばらくは空剣島で、あのタオさんの故郷空剣島を見て回らせてもら、どうぞどうぞ。みんなもアンペルさんを待つ。ウィンドルより田舎ということはあるの。私も一度家に顔を出さないとな。心配してくれてるかな。さてと、何をしよう。さあ、冒険。さてと、何をしよう。さてと、何をしよう。さあ、行ってらっしゃい。何作ろうかな。入れる場所は、入れる場所は何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。レベルアップ。何入れようかな。どこに入れよう。何入れようかな。よし、行け。何作ろうかな。入れる場所は、何入れようかな。何入れようかな。入れる場所は、マテリアル感解放。なんか変わるかも。入れる場所は、何入れようかな。材料は、材料は、何入れようかな。レベルアップ。入れる場所は、何入れようかな。考えすぎかな。
何作ろうかな。どこに入れよう。まだまだすごくなるかも。何入れようかな。場所はどこに入れよう。材料は入れる場所は何入れようかな。次かな。どこに入れよう。何入れようか。材料は入れる場所は使用かな。入れる場所は考えすぎかな。何作ろうかな。まだまだすごくなるかも。考えすぎかな。